次世代ジャニーズジュニアエースの呼び声高いメンバー8選。最近ジャニーズは昔から活躍していた先輩ジャニーズが次々と退所してしまったり、社長が変わったりと大きな転換期を迎えているような印象を受けますよね。先輩が辞めていった分だけどんどん後輩に成長してほしいところですが、次世代と呼ばれるジャニーズジュニアたちは一体どんな人がいるのでしょうか。ジャニーズジュニアエースの呼び声高いメンバー8選。ジャニーズを支えてきた偉大なる先輩たちの退所、社長交代などファンにとってはショックな報道が続くジャニーズですが、ジャニーズメンバーたちが SNS を始めたり、グループの垣根を越えてジャニのチャンネルという YouTube チャンネルを結成するなど、退所せずに残ったメンバーたちは新しい試みでファンを楽しませてくれています。そんな先輩たちの奮闘に続くべく、ジャニーズジュニアたちも次々と頭角を現してきていますので、今回はジャニーズジュニアエースと呼び声高いメンバーを8人ご紹介させていただきます。堀山奈央、少年忍者。少年忍者に所属している堀山さんは、なんとあの嵐の松本潤さんに大絶賛されたほどのダンススキルの持ち主。堀山さんは小さな頃からダンスを習っていたということもあり、集団の中で踊っていてもひときわ目立ちます。力強く綺麗なダンスが彼の魅力です。堀山さんは2016年4月に中学1年生でジャニーズに入所しました。ジャニーズ事務所入所へのきっかけとなったのは、堀山さんのお母さんが ABCG の河合郁人さんの大ファンであったこともあるようです。最近では堀山さんはダンスで培った表現力とその抜群のルックスを生かして、ドラマや舞台、ミュージカルでも活躍している、今後が楽しみな若手の一人です。西村拓也、リトル関西。関西ジャニーズといえば関ジャニ∞やなにわ男子というイメージが強いですが、実は最近では西村さんが関西ジャニーズジュニアを担う存在になるのではないかと言われています。かなりの期待値の高さですよね。ザ・王道アイドルといっても過言ではないほどの愛くるしいルックスとキュンキュンするセリフをさらっと言えてしまうのが西村さんの強み。運動神経も抜群で、その可愛らしい見た目からは少し意外ですが、リーダーシップもあるそうです。そんな西村さんのジャニーズ入所のきっかけは、お母さんが木村拓哉さんの大ファンだったことにあるそうです。息子である西村さんに同じ拓哉という名前をつけてしまったのだから、相当な熱量のファンだったのでしょう。いつか西村さんと木村さんがドラマやバラエティなどで共演する姿をぜひ見てみたいですね。那須雄登、美少年。美少年というグループ名通り、かなりの美形である那須さんは、慶応義塾大学に在学している才色兼備のスーパーボーイ。ですが、美少年の中では、いじられキャラというギャップがあるのも那須さんの魅力です。那須さんは、ジャニーズに所属する前からファンだったと公言しているほど、同じ事務所の嵐に尊敬の念を抱いています。桜井翔さんも慶応義塾大学に在籍していたので、桜井さんは那須さんにとって仕事面でも学業面でも先輩にあたります。桜井さんは那須さんのことをとても可愛がってくれているそうです。那須さんの目標は桜井さんのようにニュースキャスターもこなせるアイドルになること。偶然にも嵐と同じくジャニーズにしては珍しい漢字グループである美少年に所属することになった那須さん。いずれはグループとしても個人としても嵐のように活躍していくことでしょう。正門義則、
A グループ。正門さんは2022年にジャニーズジュニアであるにもかかわらず、正門よしのりソロライブショー with 関西ジュニアを行いました。ジャニーズジュニアが自身の名前がつくソロライブを行うことは、長いジュニアの歴史の中でも初めてのことなのではと言われています。このことから、正門さんがジャニーズジュニアの中でズバ抜けているということがわかりますね。正門さんは音楽活動だけでなく、俳優としても期待される存在で、NHK の朝の連続ドラマ、スカーレットにも出演していました。まだジャニーズジュニアなのに、NHK の朝ドラに出るなんてすごいですよね。普段は可愛らしいルックスの正門さんですが、ギターを持つとたちまちかっこよくなるのも魅力的。今後も音楽活動、俳優活動ともに期待されるジャニーズジュニアの一人です。中村レイヤ、セブンメン侍。可愛らしいルックスと力強い歌声が魅力の中村さんも、今後が期待されるジャニーズジュニアの一人です。セブンメン侍というグループに所属しており、センターを務めています。中村さんのお父さんは、なんとスノーボードの選手で、中村さん自身もそんなお父さんの影響もあってか、スケートボードがとっても上手。コンサートでもその腕前を披露してくれます。明星の恋人にしたいジュニアランキングでも常に上位をキープするほどの人気ぶりです。高橋優斗、ハイハイジェッツ。ユーピーの愛称で親しまれる高橋さんは、ハイハイジェッツの中では最年長でありながら、実は入所歴は一番浅いのです。そのためジャニーズジュニアの伝統芸であるローラースケートのパフォーマンスに関しては他のメンバーと比べると劣ってしまいますが、その愛らしいキャラクターゆえに多くのファンがいます。人間性があり、ジャニーさんの最後の推しメンと言われていたので、ジャニーさんは高橋さんのことを将来大物になるとも見込んで目をかけてくれていたのでしょう。幼少期から野球をしていたこともあって、運動神経は抜群なので、今後高橋さんのローラースケートパフォーマンスはどんどん上達していくであろうことが予想できます。そんな高橋さんの成長をみんなで応援していきましょう。福本大成、 A グループ。福本さんは関西ジャニーズジュニアでは初めてとなる現役で国公立大学合格を果たしています。受験勉強の際はジャニーズジュニアの活動を休んで毎日12時間勉強していたとのことですので、相当な努力家、ストイックな性格なのでしょう。そのエピソードを聞くだけでなんだか福本さんのことを応援したくなりますよね。猛勉強で培った学力を生かし、最近ではジャニーズクイズ部としてクイズ番組Q様でも活躍しています。そんな知的なイメージがある福本さんですが、意外にも A グループの中ではお笑い担当。なんと持ちギャグが130個もあるそうです。イケメンで高学歴でお笑いのセンスもあると、三拍子揃った福本さんの今後の活躍が楽しみですね。浮所飛貴、美少年。浮所さんといえばバラエティ番組 VS 魂でジャニーズジュニアながらレギュラーに選ばれたことで、その存在を知ったという方も多いのではないでしょうか。先輩や大物ゲスト相手でも物おじしない明るく元気な性格で、バラエティ番組で活躍を続けています。しかし実は VS 魂レギュラー出演以前にもファンの間では人気が高かった浮所さん。彼の一番の魅力はファンがどうしたら喜ぶかを熟知した店です。浮所さんの一つ一つ指先まで綺麗に見えるように計算し尽くされたダンスはファンの間でかなり評価が高いのです。また
2021年には映画胸が鳴るのは君のせいで初主演を務めるなど、俳優としても活躍しています。まとめ、いかがでしたでしょうか。近年ジャニーズではメンバーの退所が相次いでおり、そんな話を聞くたびにファンとしてはかなりのショックを受けてしまいますよね。そんな時はジャニーズジュニアに目を向けてみてはいかがでしょうか。新たな推しとの出会いが待っているかもしれません。